私たちはあなたの優しさを決して忘れません。安倍元総理大臣の国葬にインド人が哀悼。27日午後2時過ぎから東京の日本武道館で行われた安倍元総理大臣の国葬。国葬は1967年の吉田茂氏以来55年ぶりで、戦後2人目なのだそうです。参列者は4000人を超え、献花に訪れた人に至っては2万人を超え、都心では大規模な交通規制が行われました。今回の国葬に、インドのモディ首相も参列しており、ツイッターで、今年初めに東京に行った時、安倍前総理の国葬という、荘厳なプログラムに再び参加することになるとは、ほとんど想像していませんでした。彼は偉大なリーダーであり、驚異的な人物であり、日印の友好を信じた人でした。彼は何百万人もの人々の心の中に、生き続けることでしょう、とツイートされていました。これに海外の方々、主にインドの方々から多くのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。日本人は私たちの兄弟のようなものであり、安倍氏の訃報を非常に残念に思っています。家に帰っても母はとても悲しんでいました。それくらい、彼は私たちの友人として、人間として素晴らしい人でした。心を強く持ってください。安倍さん、安らかに眠ってください。日本は世界の平和のために、ブッダに従った、再び日本とネーター・ジーは、インドと世界の自由のために一緒になり、再び安倍晋三先生とモディ首相は世界の平和、安定と発展のために一緒になった、アーディア・シャクティが泣き魂に、平和を祝福しますように。先生、彼の貢献を考えると、亡くなった指導者のたゆまぬ努力を認めて、パドマ・ブーシャン勲章を授与することができるのではないでしょうか。すでに昨年、サーが行いましたよ。彼がインドのためにしたことを考えると、私は彼にバーラトラトナ賞が与えられても構わないと思っています。外国の指導者がインドの民間人の賞を受賞するのは、可能な限りの最高の選択だと思います。賛同します。名誉ある元日本の総理大臣安倍晋三氏に、謹んで敬意を表します。インドの名誉首相ナレンドラ・モディ氏に、敬意を表します。インド発の新幹線は、彼の名を冠した、晋三エクスプレス、に違いない。本日、日本でのモディ首相の素晴らしい決議、元安倍首相の国葬プログラムは、安倍首相への偉大なリーダーシップに敬意を表しています。神のために祈ります。安倍首相は、日本の支持者たちと同じように、インドでも寂しい思いをしているでしょうが、インドと日本の友情は、誰が政権を取っても、これからも強く発展していくことを願っています。頼りない隣人よりずっといい友達です。インド人は日本が大好きです。私たちの友情が時間とともにより強くなることを願っています。
お気を確かに。モディが首相になった時、最初の海外訪問は日本だった。彼は小安倍晋三に特別に作られたバグワットギーターを贈呈しました。その表紙はビハール産のマトカシルクで作られたものでした。これこそモディと安倍晋三が共有した政治家としてのあり方でした。安倍晋三前首相に哀悼の意を捧げる私たちインド人として、日本で最も有能なリーダーシップを発揮し、モディ首相とインド人の真の友人として、長期にわたって日本に貢献したことに、何百万本もの花が捧げられました。安らかにお眠りください。インドのナレンドラ・モディ首相と日本の安倍晋三首相が一緒のこのシーンは日印の友情を表していますね。日本にとってインドは不可欠な存在であり、インドにとっても日本は不可欠な存在であります。大きな損失です。日本の皆様に心からお悔やみを申し上げます。この悲しみの時、私たちは皆、彼らと共にいます。オームシャンティ。ナレンドラ・モディ首相と安倍晋三首相との間に、立場を超えた友情があったというのは奇跡ですね。これからも良い関係でいたいものです。あなたと彼との個人的な親交が日印関係を決定づけたのです。私たちは死後その友情を認識すべきです。首相、モディ閣下、あなたのコメントは非常に称賛に値するものであり、日本と我が国との間により強い関係を築く方向に向けられています。首相の発言に改めて感謝します。私たちは偉大な国の偉大な友人を失いました。私の願いはネーター・ジーの位牌をインドに持ち帰ることです。彼の輝かしい政治家としてのキャリアにこのような突然の終わりは確かにふさわしくなかったと思います。あの世への素敵な旅立ちをお祈りします。日印協力、友好万歳。安倍元総理が亡くなったと聞いたときは、とても胸が痛みました。日本の偉大なナショナリストのリーダーは、私たちの首相と同じように、ナショナリストでした。亡き安倍元総理は永遠に私たちの心の中にいます。まさに先見の明のあるリーダーであり、インドの最良の友である安倍晋三元総理に心からの敬意を表します。彼は私たちインド人の心の中に生き続けることでしょう。安倍首相は日本の外交、経済、安全保障政策を刷新した偉大な日本人の愛国者でした。彼はバーラトの真の友人として大切に記憶されるでしょう。私はあなたの友情に感謝します。私たちはあなたの優しさを決して忘れません。安倍晋三元首相は何千何万もの人々の心の中に生きているのです。真の友情の意味を全世界に示す良い例です。私は
首相の政策について批判することができればと思いますが、首相は優れた人間的な存在です。閣下、あなた様と安倍晋三の友情は、日印関係に新たな局面をもたらしただけでなく、両国の関係を強化するものでした。彼はインドの親友として記憶されることでしょう。以上になります。モディ首相と安倍元首相との間に、とても強い友好関係が築かれていたんだなと、多くのコメントを拝見して、改めて思わされました。日本の方からも、モディ首相が国葬に参列いただいたことに、感謝を表すコメントが多数寄せられていました。これからも世界平和のために、素晴らしい友好関係が築いていけることを切に願います。感動日本は随時更新中です。チャンネル登録、鈴マークをクリックしていただくと、いち早く動画を視聴することができますので、ご活用ください。評価をコメント欄にいただけたら本当に嬉しいです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。